小さな拍手ですか。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いかがお過ごしでしょうか。ちょっとね私ね、はい、もうこの季節はちょっともう花粉症がもうねもう何十年来のお付き合いで、ね、なんかね今日ちょっとコンディションが途中でちょっと辛そうですけれども大丈夫ですか。はい、頑張って薬塗ってるんですけどね。どこに塗ってるんですか。鼻に塗らないとね、マスク、もう花粉入っちゃうともうくしゃみが止まんなくてね、はい、うん、最近でもいろんな花粉対策グッズ増えてますよね。そうそうそう、スプレーだとかね、いろいろマスクもこうなんかウェッティなものとか、ね、そうそう多いですよね。でも結局対症療法だからね、それでしのぐしかないんですけどね、うん、まあちょっとまあその話はそれぐらいして、はい、ちょっと最近の出来事っていうといろいろありましてね、うん、あね、まあ、まず定期演奏会はね後で特集になってるんですけれども、ね、あの定期演奏会は、まあ、我々と一大行事、ね、はい、今日はそれをメインテーマにしてますんで、ね、後ほどお届けしたいと思います。そうですね、あと私ね、レインボータウン FM っていう生放送のね、うん、あの番組に出させていただいてね。何の番組ですか。ラジオの、ラジオ、ラジオの、ね、ベイエリア、まあ、13万人のリスナー、はあ、すごい、うん、あのでデジャビューを歌わさせていただいて、ラジオで、ラジオ生放送で生演奏、あと、歌手の方の、ね、伴奏もしてきたんですけど、はい、あとその歌手の方が、ね、シベリア鉄道を気に入ってていただいて、あ本当ですか、ワンフレーズ歌わさせていただいてね、うん、そんなこんなでちょっとあの、まあ、あの日常的な経験じゃないので、ね、うん、させていただいて、さすが塚さん、いや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 、で、あとね、はい、あの前これは毎年なんですけど、うん、あの私西荻窪に10年いたんで、はい、あのここ数年間ねいつもあの同窓会をやってくれてね、まあ、それがあのなんか懐かしかったなというのにいろいろつながってくるんですけど、はい、なるほど。でちーちゃんの方はなんかあの いつになったらこの話なんかね、あのいいんですけどね、塚さんのなんか思い出もあったあのさっきから何回もこうあのアクションをごめんごめんごめん、あのいいですかあのもぎたてニュースというのこちらですよ、はい、いつだったら話すんだよと思いながらずっと待ったんですが、ニーブルギターフィルハーモニーオーケストラ、我々いつもメインコンサートと呼んでおりますけれども、ね、あの毎年9月に行われてますが、その昨年のものですね、2017年のものがもう仕上がったということで、60周年記念のやつですかね、はい、そうです、こちらが DVD で、うん、ブルーレイですか、え、なんか、はい、今回あれなんですよ、両方とも同じ値段で、そうなんですよ、3,250円、普通ちょっと値段違うんですけどね、違うんですけど、はい、両方とも3,240円でお買い求めいただきます、はい、お得ですね。60周年 の, あのコンサートだったんでね、うん、あのまあ、ニーブリギターのエコックになるプログラムですよね、はい、まあ、断然お得なのはこちらなんで、ブルーレイは美しいですから、おすすめしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、やっと言いましたすいません、ちょっと個人的なニュースが意外にね、フリートークが長かったっていういつも何喋るか悩んでるのに今日はすごかったですさあ、ということで参りましょうか、はい、最初のコーナーです、ニーブリーニュース、はい、パチパチパチということで、はい、はい、まず終えたニュースからなんですけれども、はい、2月のですね、23日です、まあ、2日9日もあったんですが、このフライデー聞かないとシリーズですね、はい、聞かないと、ね、面白いダジャレ目ですね、はい、一番近いのがこの23日が終えたところですね、はい、どんなイベントですか先生。23日23日は、はい、僕がよく知ってるのはさ、はい、あの夏メロって言ってね、あの田中茂月先生と、そう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 、ヒロム先生と、はい、あとパーカッションの萩原先生も ね, 先生 ね, ねこれそうですね、夏メロを弾き語りたい、ね、はい、フォークのね、ヒロム先生がですね、ヒロム先生って田口ヒロム先生じゃなくて、坂井ヒロム先生、そうそう坂井ヒロム先生の方ですね、はい、ナッシュビルチューニングをするんだっつってね、うん、あの僕にそれを教えてくれて、ね、うん、ナッシュビルってあの低音源も高音源にしちゃうという、うん、ひっくり返った響きがね独特のを出るんですけど、すごい、うん、それで やるっていうことね、もう本当にあの独特の個性あるあれ でちょっと画像を見させていただけたんですけどね、はい、うん、あとは何か23日ね、うん、私これずっと見てたんですけど、ああのちなみに自分はね9日に出演しまして、うん、23はお客さんというか役員として後ろでずっと見てたんですけど、
あのね、ドリマーズが素晴らしかったです、まあ、もちろん全部素晴らしかったんですけど、感動しちゃいましたね。意外にあのドリマーズ先生ってもうベテランの先生方すぎちゃって、例えばさっきのそのメインコンサートとか NE 公演の時ぐらいしかなかなかステージってないんですよね。それがこの聞かないとコンサートの醍醐味だと思うんですよ。近くで聞けるっていうね、ちょっとこう小さいサロンコンサートみたいな感じのあの演奏だったので、近くで5、6曲その時も弾いてくださったんですけど、あの、ね、お客さんの拍手がすごいあったかくて、私もちょっと泣きそうになりました。本当に感動しました、ね、あ、やっぱドリマーズの音ってすごいなと思って、終わった後にあのサイン会が聞かないとシリーズできたんですけど、写真撮影と、あの、ね、サインもらっちゃいました。清美先生が大反響だったって言ってね、そうすごい良かったです。ご本人たちはすごい緊張したねとかって、ああそこダメだったとかやっぱ反省とかしてたんですけど、うん、もう全然気にならないぐらい素晴らしかったです、はい、ぜひあのドリマーズね、今後もドリマーズは、うん、あの聞かないとコンサートでね、そうです ね、 はい、どの、 あの演奏もすごい好評だったので、また近々第2弾があるんじゃないかということで、秋頃にやるんじゃないかという噂は聞いてますけど、はい、できたらすぐやってほしいっていう声もいっぱい聞いてます。すぐやらないと、すぐ聞かないと、すまんないとでしたっけ。これね、すまんの時はね、それはすまんの有名の話、はい、まあいいんじゃないですか。はい、ありがとうございました。大好評で、はい、終えました。はい、そしてですね、あ、すいません、ちょっと飛ばしてしまったんですけれども、2月18日ですね、18日日曜日に国際ニボリ芸術学院学生のですね、春季定期公演が、はい、大和芸術文化ホールシリウス2で行われました。これは、はい、この今日特集を組んで、はい、そうです、後ほど、改めてお届けしたいと思います、はい、そしてもう早速今後のイベントになりますかね、はい、3月11日にですね、国際ニーボリ芸術学院の専門学生の卒業式、そして新人による協奏曲の優が、本館オーケストラスタジオにて行われます。これはですね、はい、あのコンチェルトの優べって新人のデビューなんですね、我々、はい、あの卒園って、うん、あの言ってるんですけれども、あの、まあ、うちの専門学校ではですね、あのただ自分の独奏が弾ければいいんじゃないって、技術だけじゃなくてコンチェルトっていうのは人間関係もこう反映されてしまうんですね、あのですから、あのバックの人たちの協調性と、あの指揮者との あのコンタクトだけではなく、うん、あのその3つの関係、ソリストと指揮者とあのオーケストラとの関係があるから、もう音楽の形態としてはね、うん、あの一番の醍醐味だということで、あの創立者の新堀弘樹先生がですね、これをあの絶対卒園の関門にしてるんですね、卒業のね、うん、これであの新人のデビューということで、あの新人 の、 あのデビューコンサートとしてやってます。競争曲ってことなんで、卒業生が、まあ、イコール新人として、そうです、ね、在校生の前でソロを歌って、卒業イコールプロのデビューですか、ね、はい、後ろのバックのお客さんがみんなこう在校生だったり、そうそう、あれですよね、最近お世話になった先生も一緒で演奏したりとかするから、本当にあったかいです、ね、そうそう、もう花束もすごいですしね、もう涙涙の回でございました。私昨年あのバックのオーケストラ一緒に塚さんの、あ、そうだ式で参加させていただいたんですけど、もともと自分がちょっとレッスンを担当した生徒さんが卒業ということで、ね、うん、なんかね学生の気分になって面白かったです塚さんの式をこまかにステージに立つというのが最難でした、はい、時間がないと、はい、3月11日の日曜日ですね、うん、卒業式はですね、あの11時から行われるんですけれども、演奏会自体は14時から、同会場で行われますので、はい、ぜひお越しいただければと思います。ちょっとそちらの、卒業式の、あ、ごめんなさい、新人による協奏曲の優の方はですね、入場料が一般の方は2000円、学生さんは1000円と、はい、なっております、はい、ぜひあの皆さん温かい拍手で送り出していらっしゃってください、はい、思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、続きまして3月17日土曜日ですね、ニコニコサロンコンサート卒業祝賀演奏&パーティーが、こちらは国際ニーボリー芸術学院藤沢校第2部生による会となっております。はい、これとこれとね、うん、
はい、あこちらですね、うん、そうそうそう、はい、24日の土曜日はですね、こちら東京構成ですねによるスプリングライブコンサート、はい、が行われます。そうですね、あのどちらもあの2部制 の, あのコンサートでですね、はい、あの一方は藤沢本校で、あのもう一つはその我が東京校銀座なんですけども、年度末のコンサートということで、さっき の, あの新人による競争曲 の, あの夕べね、夕べ、はい、夕べとあの同じなんですけども、あんま各校2部の分かれて各校であのやっぱりそ の, あの卒業生の、ね、祝賀会も兼ねてるから、あのもうこれであのお別れになっちゃう人もいるからね、これもまたあのお涙涙の会で、はい、はい、ね、まあ、ちょっとこの3月4月は出会いと別れのシーズンですね。そうそうそう、出会いと別れで涙ちょちょ切れですよ、毎日大変です。本当に、はい、ぜひあの皆さんお越しいただければと思います、はい、続きまして3月25日日曜日、こちらビッグイベントになってるんですけれども、ニーボリギター音楽院のですね自由が丘教室が開講いたします。はい、すごいですね、うん、自由が丘にできちゃう、自由が丘ですからね、うんうん、本当にあの、まあ、この間ねいろいろあの教室をあれ、はい、あのね、あの宣伝でね我々も行ってきたんですけども、結構やっぱ丘が多いですよね。そうですね、うん、よく本当にそういうあの名前がついたなと。まあ、自由が丘といえばあの、うん、ね、名野球選手の王貞治さんがコマーシャルした、うん、とかっていうのもね有名なお菓子屋さんもあったりとかしてね。はい、自由が丘教室この間ね初めて我々行かせていただきましたけど、駅からでもすごい近いですよね。ですよね、うん、でこの教室はまあ普通の教室プラスそのギターオーケストラに特化した教室というコンセプトを持っててね、うん、あの本当にあの素晴らしいあの、ね、立地条件で、はい、あの近年では学芸大学教室とか、そうですよね、あの、うん、開講しましたけど、今度は自由が丘っていうのすごいですね、ニーボリギター音楽院は。ここでファミリーコンサート、はい、そうです、はい、25日があの開講日ということで、うん、11時からそして13時からあと15時から3回に分けてですね、入場自由の、開講記念ファミリーコンサートを、行います。私も演奏するのかなという感じですが、はいはい、ぜひあの皆様お近くの方ですとかあの違う教室の方もですね応援に来ていただければと思います。すごい素敵な教室です、はいはい、ぜひお越しください、はい、次は以上ですかね。あ、ごめんなさい、もう一つありました、はい、もう一つありました、はい、すいません。当日25日日曜日なんですけれども、国際ニーボリ芸術学院附属ジュニアクラス発表会がですね、ニーボリライブ館学友ホールにて入場自由で行われます。はい、今あの、まあ、いろんなねあの将棋の世界でも卓球の世界でもですね、はい、10代っていうのがすごいんで ね、 すごいですね、まあ、中学生はもとよりはもう、はい、今あのギターの世界ではもう小学生もすごいですからね。そういうあの将来有望なあの子供たちもですね演奏しますので、はい、ね、あの可愛らしい昔の、ね、子供が演奏すると可愛らしいってことだけがメインだったことは否めないことがあるんですけど、今はそうじゃないですよ、びっくりですよ、びっくり大人もねびっくりですよね、負けちゃいそうなぐらいの勢い。やっぱ日本人って進化してんですかね。そうね、日本人進化してると思います。日本人進化してます。すごいですよね、やっぱね、あのぜひ皆さん来ていただければと思います、はい、あの担当の先生と重奏したりとか、もちろんソロもそうですけどパーカッションとね、まあ、その普段授業でやってることのこう成果を発表されたりとか。だって そう、僕らが専門学校の時にやってたような曲を小学生が弾いてるっていう、すごいですよね。30年、はい、40前年前からするとすごい進化ですよ、はい、ぜひあの、はい、お越しいただければと思います、はいはい、ニュースは以上ですね、はいはい、それでは次のコーナー参りましょう、はい、庭園報告のコーナーなんかありましたね、はい、庭園報告の、ね、コーナーです、はい、庭園と言いますと、まあ定期はい、我々国際ニーボリ芸術学院春季定期演奏会の、まあ、略なんですけれども、はい、まあ、庭園というのはそのニーボリギターの中では教室とね専門学校と2つありまして、その専門学校の方がですね、まあ、なんていうかその N メソードの研究成果を発表するという、はい、
もちろんそのグループ全体としての発表、あの最先端の、ね、発表というのは NE 公演だとか、それから N オケ公演だとかでなんですけど、 でも実はですね、やあのこの学生たちのいろんな研究の場から新しいプログラムだとかね、新しい編曲、新しいそのいろんな発想発案が生まれてくることが多くて、あの、まあ、合奏も1年間勉強したあの曲で出るんですけども、それだけじゃなくて独自奏はですね、本当あの一部生のあの予選会があって、二部生東京校の予選会があって、うん、それを勝ち抜いた人たちが今度全部で本選会があって、ね、総理者に堀弘樹先生が出ていいよと、うん、でもう選び抜かれたプログラムで、ね、はい、出るから、もう一曲にかけてはね、本当にあのプロ以上ですよね、うん、というあのコンサートで、本当に、ね、長いコンサートになっちゃうんですけど、どれももう聴いていただきたいコンサートなんでね、うん、あのそういったコンサートでした、はいはい、2月18日にですね、あの大和のシリウスですね、はい、芸術文化ホール、ね、新しくできた、はい、行われたんですけど、どうでした？ね、本当に なんていうかね、あの、まあ、あの出演者自体もこう緊張して、あの緊張もしてるし、なんていうかこうなんか熱い思いがあってね、うん、あのだけど長いんですけども、まあ、全部聞いちゃうと慣れてない人はちょっと疲れちゃうかなっていうところは否めない部分あるんですけれども、でもやっぱ飽きないプログラムで、あの、はい、飽きなかったって、楽しかったって、飽きなかったですね、で、うん、何よりもですね、演奏者はであのみんな東京高生にも聞いたんですよ、どうだったかって、はい、そしたら楽しかったって言うんですよ、うんうん、素晴らしい、そうそう、これがね、でもあとその後にね、あのフェイスブック私時々見るんですけど、あの創新校のね、あの代表の学生がね、はい、あの一番のコンセプトに、あの演奏者自身が楽しめるコンサートにしたいって書いてあったんです、はい、それで成功してますよ、じゃあ大成功、大成功ですね、私今年は、今回の音楽院の先生とか専門学校の先生みんなでこう学生をサポートしようってことで、うん、役員も ね、お手伝いしたりとかして、まあ、よりこう演奏に集中していただけるようにね、うん、こうみんなでバックアップするような温かい会だったんですけど、影穴をですね、まあ、一つの部だけ担当させていただいて、あとはちょっと生徒さんと客席でずっと見てたんですけど、全然飽きなかったです、うんうん、で初めてその見に行った子もですね、あのね、鳥肌立ったって言ってましたね、うん、それは嬉しいですね、いろんな演奏ありましたけど、独奏もね、実に実力が高かったし、ね、重奏もみんな音綺麗でしたね、びっくりでした、まあ、PA もねやっぱりプロがやってくださってるんで、さすがだなと思いましたけど、あとダンスもね毎年、うん、ね、あのこう授業の成果出してますけど、そのダンスのバックで流れる音楽も学生さんがね、あの実際作られてて、うん、そこに出る映像も確か学生さんがでしたよね、そうそうそう、ね、やってらっしゃったりとかで、素晴らしかったですね、どの科目の方も輝いてらっしゃって、そうです、ね、あのね、学生が最近あの、まあ、去年もね ありましたけれども、その映像と演奏の、ね、研究も学生の方が、うん、あのからね進んでてね、あの本当に なぜあのギターのコンサートって言ったって、クラシックギタープライムギターの独奏だけじゃなくて、もうガスあり重奏あり歌ありパーカッションありダンスありですからね、うん、まあ、あのぜひね、まだ見てない方はね、ぜひ、はい、あの来年を、ね、見てほしいと思うんですけどね、はいはい、大好評 あの定期演奏会でした、ありがとうございました、そして、続いてのコーナーですね、卒園の、うん、コーナー手叩いちゃうとね、レベルがねちょっと難しいです、ね、卒園ですね、まあ、これも卒業演奏会ということで3月11日に、はい、そうそうそう、開かれますね、さっきの新人の協奏曲の夕べ の、はい、あの卒園のコーナーに関してのこのコンセプト、さっき喋っちゃいました ね、 そうですね結構ね喋りましたね、まあ、一応改めてざっくりと改めて、はい、ですから、ソウル社の二堀弘樹先生がですね、はい、卒業の家紋に当たるには自分の技術だけじゃなくて、はい、ね、あのいろんなチームワーク、あの協調性、ね、いろんなあのものが総合的に必要なんだということでね、あのコンチェルトをやるということがそういう一つの家紋になると、はい、こういうことですよね、ですからコンチェルトをね中心にやるんですけども、はい、はい、終わりですか、ね、今年の先生見どころは何かあるんですか、
見どころですね、はい、まあ、何でもバラエティに富んでますけど、うん、見どころしたらやっぱりねうちの学生のギタロンコンチェルトですよね。おギタロンコンチェルト結構面白いという、ね、すごい楽しみですねでもねなんかそのプログラムを見ると、はい、学生自身で作曲してるそうですね本当にあの、まあ、バラエティに富んでますのでね、はい、いろんな形が、はい、マジであのいいですよね花束持って客席からみんなだからまあ演奏は元よりなんですけど、はい、その学生がそのあの苦労してこの卒業まで至った卒業するってねあの大変なことなんですよなんとなくただ授業出てれば卒業できるっていう学校じゃないですから、ね、うちの学校卒業であのプロのねあのデビューができるってことはすごいことでそこへ至るまでにいろんなまあ努力もあるし周りの人たち の, あ の,、ね、あの協力で、まあ、それに対する感謝だからそういうのにあふれた会に楽しみですね。ぜひ皆様温かい拍手を、はい、送っていただけそうと、はい、思います。よろしくお願いします。さあそれでは私の大好きなコーナー図鑑の一曲聴かせてコーナーお願いいたします。今日はですね、はい、大丈夫かな花粉がひどく今日の曲はあれですよねあの図鑑さんこの間庭園で、ね、定期演奏会で発表させていただいた曲なんで私が目を丸くしながら聴いていたどういう意味だよよろしくお願いします。いやギター弾くつもりはなかったんですけどねちゃんと指揮を振るつもりだったんですけど学長先生がですね、まあ、石塚君ギター弾いちゃいなさいとか言った弾くことになっちゃいます、まあ、そこからですね、あのまあこれはちょっと歌詞後付けの曲なんですけども歌ってみたいと思います。黄昏スイングということでねあの日頃感じてるようなあのことをあの歌詞にさせていただきました。
ありがとうございました。今日もちゃっかり声だけ。ありがとうございます。コーラスね、いや素晴らしい、こんな歌詞があったんですね。そうなんですよ、まあ、これがね、あの、まあ、あの我々ね、うん、あの、まあ、いろいろあの、ね、あのことを、まあ、いろいろあるんですけども、はい、一番の我々の仕事のね、あの財産はやっぱりこう仲間だなっていうのをつくづくね感じるんでね、うん、そんなことが、こんな音楽ができる場とね、あの仲間だということをなんか歌にしたくて、ね、うん、素晴らしい、あ、いやいいですね、はいはいはい、なんかね僕がやるとね、あのみんな感動してくれる人ね、人いるんですけど、なんかみんな笑ってるんですよね。キャラクターキャラクターですよね。先生感動しましたよってずっと笑ってるんです。いいじゃないですか、それがズカさんのやっぱり愛される理由じゃないですかね。はい、はいね、はい、最後のことをお願いします。楽しくお届けしてまいりました。絵のナビいかがだったでしょうか。ね、あの今パソコンでスイングもいろんな仲間とかね、あの温かいシーンがありましたけど、やっぱり3月、ね、そうですね、出会いの時期でもあり、そうですね、3月はまあ別れの時期が多いですけど、そう、別れの時期でもあってね、4月にまた出会いということで、だから結局、はい、うん、出会いですよね。一番、いや、世の中で一番大切なことは僕はなんか出会いじゃないのかと思うんですけどね。どうなんでしょうね。ちょっと偉そうなこと言っちゃいました。いいんじゃないですか。もうおっしゃる通りだと、はい、思います。はい、それではまた、次回お会いしましょう。お相手は私、ズカと千里でした。それではさようなら。